ラピスラズリは、片相大師グループの鉱物である、青金石を主成分とし、同グループの片相大師、相方石、黒型石など、複数の鉱物が加わった、類質銅像の雇用体の半奇跡である。和名では、ルリと言い,い、サンスクリット語のバイドゥーリアないし、パーリ語のベルーリアの音訳とされる。深い青色から藍色を持ち、しばしば気鉄鋼の粒を含んで、 夜空のような輝きを持つ。人類に認知され、利用された鉱物として、最古のものとされている。エジプト、シュメール、バビロニアなどの古代から、宝石として、また顔料ウルトラマリンの原料として珍重されてきた。日本では、トルコ石師と共に12月の他に9月の誕生石とされる。主成分にもラピスラズリとは異なる日付が、誕生石として設定されている。 ラピスは、ラテン語で、石。ラズリは、トルキスタンにある、ペルシア語地名ラズワードが、起源で、それが、アラビア語に入って、ラズワードで、群青の空の色を意味する。ラピスラズリは、ラテン語で、ラズワードの因子となる。カタロニアの星空古代ギリシャで、サップフィールといったのは、今のサファイアではなく、ラピスラズリであったという説もある。の名で、 ダピスラズリが記載されており、金が点になって光っている。最良のものはペルシャで発見される等と記述されている。旧約聖書、デイエジプト期の祭祀の装飾品の一つである胸当てにはめ込む石として、青い石はダピスラズリだと言われている。また、新約聖書、ヨハネ目視録では、世界が終末を迎えた後現れるとされる。 新エルサレムの都の神殿の東西南北12の石杖には、それぞれ12種類の石で飾られ、そのうちの2番目がサファイア、11番目が聖玉と記述されているが、聖玉は現在ではサファイアのことを指すので、もしそうであれば2番目のサファイアはラピスラズリのことを指している可能性がある。この他にも、旧約聖書で、モーセがシナイ山にて神より授かったとされる。 モーゼの十回が刻まれた石板はサファイアとされていたが、これもラピスラズリであったと言われている。日本ではラピスラズリはルリと呼ばれ、仏教の執法の一つとされ、仏典、無料受刑やホッケ行にルリの記述がある。奈良の正倉院の宝物庫にはコンタマタイと呼ばれるラピスラズリで飾られたクロールシヌリの牛革製ベルトが収められている。 石言葉は、尊厳、崇高など、片層大師グループの数種類の鉱物館の雇用体である。青金石、宝相大師、相方大黒型石の四つに限っては、同じ片層だ石鉱物グループであり、類質銅像の多結正体をなし得る。宝解石、鉱鉄鉱は、混合、または、混入するのみである。時折、ラピスラズリが、 複数の鉱物の混合物であるとの説明を見かけることがあるが、あくまでラピスラズリは雇用体であって混合物、集合体ではない。もしラピスラズリが混合物であれば結晶ができるはずはないが、ラピスラズリは十二面体の結晶でしばしば算出する。雇用体は結晶構造を持つが、混合物、集合体は科学的結合をせずに混じり合っているだけなので、 構造を持たない。従って結晶をなさない。市場で流通しているラピスラズリの大部分は海上のものであるが、最近では母岸付きの結晶体のものもかなり見られるようになった。主成分の4種類の鉱物に他のいくつかの微量鉱物が入り混じって雇用体をなしている。 主成分となる4種類の鉱物はいずれも、当軸症系のテクト計算子を、順調石である片相大脂グループの鉱物である。化学組成は、計算、アルミ、ソーダで、さらに硫黄や塩素を含む。そのためハンマーで叩くと硫化水素臭を発する。微量、含まれない場合もある。ラピスラズリは接触変成作用でできる鉱物で、結晶質石灰岩、つまり、 熱変性を受けた石灰岩中に産出する。ただ、軽廃石と違い、それができるためには、硫黄、塩素など、スカルンの条件としては特殊な元素を必要とするし、温度が高いとか、計算が少なめであるとかいう特殊な条件が必要であるため、ラピスラズリは世界に産地が少ない。古代の原産地は、サー、アイサングがほとんどで、その他ロシア、タジキスタン、チリ、 カナダ、アメリカ、イタリアなどに限定されていたが、近年ではミャンマーなどでも産出している。日本では産出しない。実際に市場で流通しているのはアフガニスタン、チリ産のものが多く、ロシア、ミャンマー産のものもわずかに見られ、稀にタジキスタン産のものも見られる。ただ、昭和20年代に岐阜県の金生産でラピスラズリを発見した人がいたという。 金星山は石灰岩の山で化石を産出することで有名で、あるがスカルン鉱物であるラピスラズリが未変化の石灰岩中に出るのはおかしい。ラピスラズリは本物であったが、山上に疑問の声が出て、結局これは誰かがそこにラピスラズリを捨てたのだろうということになったということがあったという。ラピスラズリは新石器時代からアフガニスタンで採掘され、 地中海世界と南アジアに輸出された。パキスタンにある、紀元前7000年期のインダス文明、アフガニスタン間の重要な交易路であった、新石器時代の遺跡、ベヘルガルからは、ラピスラズリのビーズが発見されている。これらのビーズは、紀元前4000年期のメソポタミア文明北部の入植地などでも発見されている。古代社会で、ラピスラズリを、 特に高く評価したのはエジプトで、ファラオ、王族、神官などの祭祀階級しかこの石をつけられない時代もあったという。歴代のファラオに尊ばれ、黄金に匹敵するほどの価値を与えられることもあった。このアフガニスタンのラピスラズリの鉱山をキリスト教徒として初めて訪問したのは、フビライアセトローマ法王の神書を携えた1271年のマルコポーロ一行であった。 ここの採掘は、バラシャン国の王の直轄でなされており、外国人は入山禁止になっていて、実際、潜入しようとして、警備兵に殺されたものもあった。史上に残る、その後の外来訪問者は、イギリスの地理学者、ジョン・ウッドで、1838年のことであった。天然ウルトラマリンラピスラズリを原料とした、青色顔料に、天然ウルトラマリンがある。 天然ウルトラマリンはラピスラズリを生成して製造する。ウルトラマリンとは海を越えてきたものという意味。なおウルトラマリンのうち青色のものをウルトラマリンブルーと呼ぶ。19世紀にはウルトラマリンは人工顔料として合成されるようになる。またフェルメールが天然ウルトラマリンを多様式施策を残したことからフェルメールブルーとして特に称される。 牛乳を注ぐ女ウルトラマリンが使用されているエプロン部分の拡大画像ラピスラズリの像パワーストーン進行においてラピスラズリは世界でパワーを最初に認識されたし最強の成績とされる地面の属性で第6チャクラ第7チャクラを活性化させるとされ効能として人間関係の改善頭脳を明晰化させる強運を導く頭痛の軽減 喉の痛みの軽減などが科学的根拠はないが信じられている。かつて、ラピスラズリがパワーストーンとしてブームと言えるほどの盛り上がりがあったことがあったが、その要因の一つにエドガー、江戸川ケーシーのラピスラズリについてのリーディングが引用されたことも大きかったと思われるが、後の研究によってエドガー、江戸川ケーシーの言ったラピスラズリとは、実はアズライトのことであると判明したということがあった。 ありがとうございます。